なりてえもんちゃんと見ろ。お前の言う通りだ、ヒーロー殺し。僕は彼らと違う未熟者だ。それでも今ここで立たなきゃ。ミスブロー、バースト。二人にこれ以上血を流させるわけにはいかない。感化され取り繕おうとも無駄だ。人間の本質はそうやすやすと変わらない。ヒーローを歪ませる社会の癌だ。誰かが正さねばならないんだ。それでも折れるわけにはいかない。俺が折れればインゲニウムは死んでしまう。論外。レディークラッシュ。待て、勝てる。この運命は足元。貴様素早く、うわぁ、よっと加速せよ。勝てる、回るぞ。よっ、素早く止まれ、回るぞ。どうだ、論外。直接勝てる、回るぞ。回るぞ。論外だ、勝てる。回るぞ。今行く、直接邪魔だ、即座に。貴様深く、お前を倒そう。やっ、ヒーローとして。やっ、おい、レシプロエクルテンド。それが呼び出しの公園だ。邪魔か、論外。早く、信念か。ウィンゴ。ここから本物のヒーローに。アメージング。いけるか。いや、今は。ありがとう、トドロキ君。レシプロエクステンド、ワンフォール、フルカール。行け。足が、拳があれば。うわ、事件から一夜明け、僕たちはホス総合病院へ搬送されていた。レッツストーリー。その後、ヒーロー殺しステインは捕まり、僕たちはホス総合病院へと搬送された。個性を無断使用した僕らは本来なら規則違反で処罰されるはずだったが、ホス警察署長面構えさんのご厚意で僕らがステインに襲われ、エンデバーに助けられたというシナリオで世に公表された。思わぬ形で始まった路地裏の戦いはこうして人知れず終わりを迎えた。ただその影響もまた人知れず僕らを蝕んでいた。緑やいずく、まったく、とりあえず体が動いちまうようなとこはお前そっくりだよ、トシノリ。申し訳ございません、
私の教育が至らぬばかりで、いやはや。お前のことをけなげに憧れているあの子にも檻を見てしっかり話しといた方がいいぞ。お前とワン・フォー・オールにまつわる全てを。ヒーロー殺し、奴の思想は拡散し、感化される人間が必ず現れる。そして個々の悪意は奴とのつながりが示唆されたヴィラン連合に集まっていく。着実に外堀を埋めて己の思惑通りに状況を動かそうというこのやり方。もしも死柄木弔にバックがいてここまでを想定して動かしていたのであれば、先代ワン・フォー・オール所有者志村を殺し、年寄りの腹に穴を開けた男、オール・フォー・ワンが再び動き始めたと見るべきだろう。事件から一夜明け、僕たちはホス総合病院へ搬送されていた。